だいぶビビっているようです。ハンモックもあるからね。はい、はいはい、ワオワオ。お尻しか見えないよ。写真撮れないよ。ラブくん、ラブくん乗っていいよ、それ頑張って。先っぽから乗ってもらう。ここに乗ると少し目隠しできるかもよ。興味出てきたのかな。ラブくん、ラブちゃん、ラブちゃん、いいことね、ラブちゃん、ラブ。面白になっちゃってるよ。ねえねえ、ラブちゃん、上行ってごらん。そうそうそう、それ上行ってごらん。この間よりは少し前に出たか。そうだね。ラブちゃんがちょっと興味が、周りに興味が出たので、ラブちゃん、ちょっと上行ってごらんよ。よいしょ。せっかくつけてもらったリボンが見えないね。うん、ラブちゃん、はい、ちゃん、ラブくん、シオンくんは裏側からだと可愛い顔が見えます。お客さんの方からだとお尻しか見えません。ずっと端っこにいて、でも前回よりちょっと動いてます。こんにちは。上に乗ってごらんよ。これこれ、いつも乗ってるじゃん。これ乗るかな。無理やりで乗る。頑張れ、アラブちゃん乗ってごらん。頑張れ頑張れ。こっち、手が落ちてる、手が落ちてる。あ、すごい肉球がしっとり肉球になった。やったね、やったね。飲んでます。ジャンクは下です。それでも後ろ向いてるんだね。ラブちゃん、ラブちゃん、はい、ラブちゃん、今日は借りてきた猫状態です。ちょっと見た構え、綺麗なお顔だね、シャンくん。はい、ラブくんはハンモックに乗ったけど固まってんのね。そしてその下で固まってるのがシャンくんですね。シャンくん、シャンくん、はい。尻尾にすっごい力入ってる。面白い、いつもと全然違う尻尾。シアン君、はい、二人で乗れました。ラブ君、ちょっと重いと思うよ、それは。はい、はい、抱いてあげよう。ラブちゃんと、はい、シオン君、どっちにする？水色と赤と。あ、水色やってみようか。はい、シオンくん、ごめんね。こっちから撮ってもいい？うん、このオリンちょっとこっちから。チャンくん、チャンくん、チャンくん、
ね、下の方になるといいよ。かわいい？あ、かわいいね。キュンくん、水色になりました。かわいいでーす。はい、かわいいでーす。はい、じゃあ次、ラブくんでーす。あら、ラブくん降りちゃうの？ねえ、それ多分すごく狭いと思うよ。はい、ラブちゃん。ラブちゃん。ラブちゃん、それちょっと…ラブちゃん、どこに首があるかわかんないですか？ラブちゃん、ちょっと狭くない？それシオンくんに潰されちゃうよ。ねえねえ、首は変えてみました。はい、じゃあシオンくんが水色にリボンチェーン、リボンチェーン。はい、あとラブちゃんもレースのついた赤いおリボンに変更しました。とっても可愛いです。でも下に降りてしまいました。こんなに大きくなかったんですよ、来た時4ヶ月ぐらい小さくて、で部屋中で走り回らせて運動させてたら大きくなったんですよ、ね、何千台も握手してますか、はい、大きくなります。もうちょっと、うーん、これマックスじゃないかと思うんですけどね。男の子なので、うん、キロくらいにはなる。ごめんごめんごめん、今痩せてるんでね、体重は少なめなんですけど、今度はハンモックを取ってみました。顔は奥の方向いちゃうね。2時間半経ちましたが、相変わらずこんな顔です。これは、人が通るところの裏側から今撮影しています。人にはお尻しか見えません。どうですか、どうですか、どうですか。通信棒のはずのダブちゃん、ペラペラする。ダブちゃん、ダブちゃん、かたくなに見ません。ダブちゃん、ほら、いい匂いがするな。気づいた、どうぞ。あれ、ダブちゃん、シュンく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 ん、食べやしない？ちょっとシュンくん、指であげてみようかな。ラブくんは食べた。うん、はい、うん、食べたね。シオンくんはそんな緊張してんのかい。うん、シオンくん、はい、私人差し指やの。あ、シオンくん食べた、ラブちゃん食べた、食べた、食べた。おいしい？ラブくんはリラックスしてきてるように見えるね。ちょっとね、なんか慣れてきたね。なんか怖くないって分かったかな。うん、今ちょっといっぱい人が喋っても大丈夫だったね。そう、うん、あそこら辺でわーってなったけど。ラブくん、でもシオンくんの、じゃん、はい、終了です。はい、立ち帰れるよ。立ち帰ろうね。帰るよ。そうだね。はい、譲渡会のお掃除の方も終わりました。これからまたタクシーに乗って家に帰宅いたします。どうかな、全然動いてもいません。寝ててくれるとありがたいです。寝てるのか緊張してるのか、うん、もうじき帰れるからね。はい、家に帰り着きました。今開けるからね。うん、うん、うん、出してるいいでしょう。
シオン君とラブ君逆に入れたっけ。何やろっちゃん。なんか来た。ちょっとパニックになるね。ちょっとやばいやばい。あーやばい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 。ちょうど帰り着いて、シオンくんラブくんをキャリーから出した瞬間に、ピンポンが来てですね、ちょっと招かれざるお客ということで、わたわたしてしまったのでシオンくんが隠れてしまいました。さあシオンくん、シオンくん、ちょっとこれは危険かもしれません。だいぶいろんなことで精神的に来ていたところで、ちょっと危ないかな、出てくるかな。しばらくはおやつを用意するとかして、待ってみたいと思います。ラブ君の方はですね、ちょっとこういうところに逃げましたが、大丈夫ね、大丈夫ね。オッケー、オッケー、はい。シオンくん、多分ですね、シオンくんは、先日、アンズちゃんが逃げ込んでしまったこの棚の裏ですねに入って潜んでると思います。今ジャンくんが言ってくれました。ジャン君、シオン君呼んでくれる？お願いできますか？あ、なんか音がするね。シオン君。はいはい、シオン君、おいで。シオン君、あ、来た来た来た。シオン君、おいで。ジャン君えらい。ジャン君、ジャン君本当にありがとう。おいで。あ、ラブ君、あ、ラブ君、君はダメ。今いい感じだったのに。ラブ君、まあいいや、ラブ君連れてきて。はい、シアン君おいで。はい、はい、いたずらしないの。シオンくんおいで。はい、おいで、大丈夫だよ。はい、おいで、おいで、はい、遊ぼう。今もうビビってそこから出てこないんだけど、ジャン君が連れに行ってくれて顔を出した時にラブ君がここの書類をダーッて落として自分が見に行ったら引っ込みました。はい、はいはい、大丈夫大丈夫。本当にちょっとビビってるの、腰砕けてる。はい、あ、なんか食べたいんだ。まあバリバリ食ってるから大丈夫だね。はい、ご苦労様でした。アンズちゃんもおやつあげるよ。はい、アンズちゃん
ハンズちゃんもね、来年ぐらいにはこういう思いをすることになると思うんだ。そうなんだね。はい、ハンズちゃんどうぞ。はい。はい、ジョー君どうぞ。じゃあここ下置いてもいい？はい、どうぞ。どうぞ食べ。あ、ごめんなさい。どうぞ、どうぞ。君たちは普通にここでのんびりしてただけですね。うん、ちょっとね、若いお二人がわさわさすると思うけど、気にしないでね。